レッスン1東ヨーロッパの冒険アンナ、東ヨーロッパへの旅行を考えています何か推奨事項はありますかそれはワクワクしますね探索する美しい場所がたくさんありますプラハは必見だと聞きましたどう思いますかもちろんです 建築と歴史は素晴らしいです。カレル橋と旧市街広場を見てみたいです。ハイライトですね。あなたもブダペストを訪れることを考えたことはありますかはい。温泉とドナウ川は興味をそそられます。きっと気に入るはずです。 街は活気に満ちた雰囲気に包まれています食べ物はどうですか私が試してみるべき郷土料理はありますかグーラッシュとチムニーケーキをお見逃しなく美味しいですヤム味わうのが待ちきれません他の国はどうですかクロアチアも美しく 特にドゥブロブニクとその海岸線は美しいですそれはすごいですね海辺でリラックスしたいですそうすべきです各都市には独自の魅力がありますすぐに旅程の計画を始めますレッスン2「愛の力」 アンナ、愛が私たちの人生をどのように形作るかについて考えたことはありますかはい、奥が深いです。すべての人生は、愛の内面的な形によって決定されます。その通りです。愛は私たちの選択と関係に影響を与えます。それは個人の成長とつながりの基盤です。 愛は私たちの決断にどのような影響を与えると思いますか愛から行動すると、より思いやりのある選択をすることがよくあります。そうですね。愛は私たちが他の人を助けるように促すことができます。また、情熱や夢を追い求めることも奨励してくれます。 あなたの人生でそのような経験をしたことはありますかはい。愛が私の創造的な興味を追いかける動機を与えてくれました。それは美しいですね。愛が私たちを導くことができるのは驚くべきことです。もちろんです。それは幸福と充実感のために不可欠です。 私たちの生活やコミュニティで愛を育み続けましょうレッッスン3冬のゲッタウェイアンナ北米の人々に人気の冬の休暇スポットについて聞いたことがありますかはいフロリダやメキシコのような暖かい場所には多くの人が集まりますその通りです。 しばらくの間、寒さから逃れるのに最適な方法です1月に太陽を浴びるというアイデアが大好きです私もですあなたのお気に入りの暖かい目的地はどこですかカンクンのビーチは本当に楽しいです水がきれいカンクンはすごいです そこの食べ物も素晴らしいと聞いています。もちろんです。タコスと新鮮なシーフードは必見です。ビーチでのんびりする以外におすすめなアクティビティは何ですかシュノーケリングも古代遺跡の見学も素晴らしい体験です。それは楽しそうですね。 そこにいる間、いくつかの歴史を探求してみたいです。背の手もチェックすべきです。彼らは自然の水泳場です。その写真を見ました。彼らは見事に見えます。本当にそうです。それはまるで隠された楽園で泳いでいるようです。 それは絶対にリストに追加します。レッスン4快適さの確保アンナ、来週は新しいホテルに泊まるよ。準備を手伝ってもらえますかもちろん、何についてサポートが必要ですか快適な滞在を確保したいです。 何かコツはありますかまず、ホテルが朝食や Wi-Fi などの設備を提供しているかどうかを確認します。いいアイデアですね。必ず探します。また、レビューを読んで、他のゲストが自分の体験について何を言っているかを確認してください。それは賢いですね。 清潔さとサービスについてのフィードバックを探しますもちろんですそして、必要なものは何でもスタッフに頼むことを躊躇しないでください本当にありがとうございました他にアドバイスはありますか季節に応じて、部屋の暖房または冷房が良好であることを確認してください それは重要ですね。それも確認します。最後に、深夜の活望のためにいくつかのスナックを持参することを検討してください。素晴らしいヒントです。きっといくつか詰めます。レッスン5道順を見つけるあんな、 最寄りのコーヒーショップを探すのを手伝ってくれませんかもちろんでは地図でお見せしましょうありがとうここから遠いですかいいえほんの数ブロック先です出口付近のこちらです完璧です 私は本当にカフェインの修正が必要です。完全に理解しています。お気に入りのコーヒードリンクは何ですか僕は美味しいカプチーノが大好きです。あなたはどうですか私はアイスラテのファンで、特に暖かい季節に飲むのが好きです。それは爽やかですね。 お気に入りのコーヒーショップはありますか素晴らしいペストリーを提供する素晴らしい地元の場所もあります。それは魅力的ですね。チェックしてみないと。絶対にそうすべきです。いつか一緒にコーヒーを飲みましょう。それは嬉しいですね。 レッスン6「リノベーションの挫折」「アンナ今私のリフォームが遅れることを知りました」「ああいやそれは悔しかったに違いありませんどうされました」「請負い業者は配管に予期しない問題を発見しました」「それは残念です」 家のリフォームはとても予測不可能なものです。はい。忍耐強く言おうとするのは本当に大変でした。想像できます。彼らはあなたに新しいタイムラインを与えましたか彼らはさらに2週間かかるかもしれないと言っていました。それは大変ですね。遅延にどのように対処していますか その間、他のプロジェクトに集中しようとしています。それは良いアプローチですね。忙しくしていると効果的です。その通りです。私もこの時間を使って新しい装飾を選びます。楽しそうですね。あなたはオンラインでいくつかの素晴らしいインスピレーションを見つけることができます。 スペースをより魅力的にするためのアイデアは、絶対に探します。レッスン7洋服を買うこんにちは、アンナ。今は空いていますか洋服を買うのに手伝ってほしいです。もちろんです。どんな服をお探しですか 今度のイベントのために何かおしゃれなものが必要だよわくわくですね何かしらの服装を思い浮かべていますか素敵なシャツとスマートなパンツを考えていますいい選択ですフィット感が良くシャープに見えるものを探しましょう目立ちつつも 派手すぎない色がいいですね。ディープブルーやバーガンディーはどうですかどちらも上品です。その色は完璧に聞こえます。アクセサリーはどうですか素敵な時計やベルトは、本当に外観を完成させることができます。いいアイデアですね。 近くのお店をチェックしてみましょうレッスン8クイックミールアンナ最近ミールキットサービスを試しましたが素晴らしかったです本当ですかそれは便利そうですね調理のプロセスは楽しかったですかはい 時間とお金も節約できます。すべてが事前に測定されていました。それは大きな利点ですね。何を作りましたか鶏肉と野菜の炒め物が美味しかったです。ヤム、私は炒め物が大好きです。レシピに従うのは簡単でしたか もちろんです。指示は明確で、それでも微妙しかったです。それは素晴らしいですね。私もミールキットを試してみようと考えています。そうすべきです。新しいレシピを試すのは楽しいです。ベジタリアンのオプションはありますか はい。多くのサービスがさまざまな食事の好みに対応しています完璧です絶対に調べてみます今までで一番好きな料理はクリーミーなパスタ料理がとても楽しかったですまるで外食しているような気分でしたそれはすごいですね私は 料理がレストランでの経験のように感じられるのが大好きですその通りです家庭料理を格上げするのに最適な方法ですレッスン9ショッピング戦略あんな新しい服を買うつもりです何かアドバイスはありますかもちろんです 予算やスタイルなどの要素を考慮してくださいいいい指摘ですねお金をかけずににスタイリッシュに見せたいリサイクルショップはユニークな発見の宝庫になる可能性がありますそうですね隠された宝物を見つけるスリルが大好きですさらに 中古品を買うのは環境に優しいです。その通りです。私はサステナブルなファッションを高く評価しています。おすすめのお店はありますか地元のブティックをチェックするべきです。彼らはしばしば一点もののアイテムを持っています。いいアイデアですね。今週末はいくつか探っていきます。 試着するのもお忘れなく、フィット感は見栄えを良くするために重要です。はい、必ずそうします。ミキシングとマッチングのヒントはありますかカラーパレットにこだわってください。コーディネートがしやすくなる。なるほど。そんなことを心がけてお買い物をします。 レッスン10記憶に残る出会いアンナ旅行から戻ったばかりで素晴らしかったです本当ですかあなたの旅のハイライトは何でしたか地元の大道芸人に会ったんだけどその才能でみんなを感動させたんだそれは魅力的ですね 彼はどんなパフォーマンスをしたのでしょうか。彼はギターを弾き、美しく歌いました。観客はそれを愛しました。想像できます。ストリートパフォーマンスは、とても活気があり、魅力的です。その通りです。それは大気にとても多くのエネルギーを加えました。 彼と話す機会はありましたかはい。彼は自分の人生とインスピレーションについての話を共有しました。それは素晴らしいですね。地元の人々とつながるのはいつでも嬉しいです。もちろんです。これにより体験がよりリアルに感じられました。 旅行が思いがけないつながりにつながるのが大好きです。私もです。そんな瞬間が、旅を忘れられないものにします。レッスン11スーパーマーケットの計画アンナ、食料品を買わなきゃ、私と一緒に参加しませんかもちろん。 何を手に入れる必要がありますかリストがあるんだけど、いつもおやつを余分に買ってしまうんだよ。私もそうなんです。今回はリストに固執しましょう。いいですね。1時間後にスーパーマーケットで待ち合わせましょう。完璧です。 再利用可能なバッグを持ってきますいいアイデアですね私たちは買い物をする間環境に配慮するべきですもちろんですさらにビニール袋よりもはるかに頑丈です本当ですお気に入りの通路はどこですか 私は国際的な食品売り場が大好きです。常に新しいアイテムを試すことができます。それは楽しいセクションですね。面白いおやつに目を光らせておきます。レッスン12ビーチドリームアンナ、ビーチでの休暇を夢見ています。特定のビーチの目的地を念頭に置いていますか それはいいですね。ずっとモルディブに行ってみたいと思っていました。モルディブは美しいです。透き通った水はとても魅力的です。もちろんです。あなたはどうなんですかお気に入りのビーチはありますか私はバリ島について考えていました。 文化と風景は素晴らしいです。バリ島は素晴らしいです。さらに、そこの食べ物は信じられないほどです。はい。滞在中に本格的なインドネシア料理を試してみたいです。活動について考えたことはありますかサーフィンでしょうか もちろんです。初心者にはたまらない場所だと聞いていますそれは楽しいでしょうねサーフィンも学びたいです一緒に旅行を計画してみてはいかがでしょうかそれは素晴らしいですねビーチでの休暇は完璧ですね。 早速オプションについて調べてみましょう。レッスン13お気に入りのストーリーアンナ、子供の頃に好きだった本について考えていました。それは面白いですね。この本は何について書かれていますか 選ぶのは難しいですが、私にとって特別な魔法の森についてのものがあります。魔法の森は魅力的です。物語では何が起こりますかキャラクターたちは、神話上の生き物でいっぱいの冒険に乗り出します。それは魅力的ですね。お気に入りのキャラクターはいましたか はいいつもトラブルから抜け出す方法を見つけた勇敢な小さなリスですそういうキャラクターが大好きです彼らは勇気を奮い立たせますその通りです友情と勇気の力を信じるようになりましたこれらのテーマは時代を超越しています。 それはあなたの物語への愛情に影響を与えたと思いますかもちろんです。それは私の想像力と読書への愛情を刺激しました。レッスン14目標を達成するアンナ、今年は自分に新たな目標を設定しました。それは素晴らしいですね。あなたの目標は何ですか 新しい言語を学びたいです。それは素晴らしいですね。これを達成するために何か対策を講じましたかはい。毎日語学アプリを使って練習を始めました。それは素晴らしいアプローチですね。一貫性が重要です。 私も会話グループに参加して、話す練習をしました。わあ、それは賢い動きですね。他の人と話すことは本当に助けになります。そうですね。もう自信が持てるようになりました。目標を達成するにはどのくらいの時間がかかると思いますか 私は6ヶ月以内に会話のレベルに到達したいと思っていますレッスン15ユーモアの境界線アンナ私はユーモアとその限界について読んでいましたそれは面白いトピックですねわかったことジョークの中には 題材にかなり疑問が残るものもありますもちろんですユーモアは主観的で敏感である場合がありますその通りです多くの人は失礼なジョークや不適切なジョークに非常に腹を立てます冗談を言うときは観客に気を配ることが不可欠ですはい ユーモアでは文脈が非常に重要ですジョークで気ままずい思い思をしたことはありますかええー、一度あるジョークを言ったのですがそれが集会でうまく伝わらなかったんですああいやそれは深いかもしれませんそうでした。その後、 自分のユーモアにもっと気をつけることを学びましたレッスン16歴史の脅威アンナ今は荒廃している古代遺跡について聞いたことありますかはい歴史が無視されるのを見るのは悲しいです何の遺跡の話をしているのいくつかありますが 時間の経過とともに完全に消えてしまったものもありますそれは悲劇ですね今日残っているのはどれですか残っている部分は観光客にとって大きな魅力ですある構造物が持続する一方で他の構造物が消えていくのは興味深いですねはい 私たちがどのように歴史を保存しているのか、不思議に思います。もちろんです。これらの遺跡は、過去の文明の物語を語っています。ぜひこれらのサイトを訪れて、もっと学びたいです。私もです。歴史を歩むのは素晴らしいことでしょう。 一緒に史跡を探索する旅行を計画しましょう。レッスン十七、笑いの力アンナ、私は笑いがしばしば問題に対処する方法であるということについて考えてきました。そうですね。気分を明るくし、ストレスに対処するのに役立ちます。 ピーナッツのコミックストリップでは世界はすべてのバカげたことを笑うことができますその通りですチャーリーブラウンと彼の友人たちはいつも面白い状況に陥ります人生を深刻に考えすぎないようにととても気づかせてくれますもちろんですユーモアはつながりを築くための強力なツールになります

それは人々が互いに関係することを可能にします第十八課東南アジアの脅威アンナ東南アジアに旅行しようと思ったことはありますかはいありますカンボジアには見事な寺院がありますもちろんです アンコールワットは息を飲むほどです。写真を見たことがありますかはい精巧な彫刻が魅力的です彼らは歴史と文化についてとても豊かな物語を語っています私も地元の市場を探検してみたいです食べ物は素晴らしいですね。 屋台の食べ物は必見です。もちろんです。本格的なクメール料理を味わってみたいです。他に何をしたいですか。地元の伝統や音楽について学びたいです。それは文化に浸るのに最適な方法ですね。 レッスン19グレートプレーンズの歴史あんなグレートプレーンズとネイティブアメリカンの部族について読んでいましたそれは面白いですね分かったこと多くのプレーンズインディアンはグレートプレーンズの入植に対して激しく戦いましたはい。 彼らは土地と深いつながりを持っていました彼らにとって変化に適応するのは難しかったのでしょうねもちろんです彼らの生活様式は劇的に影響を受けました彼らの苦労と回復力を忘れないことが大切ですもちろんです彼らの歴史は アメリカの歴史の重要な部分です彼らの文化や伝統についてもっと学びたいです私もです彼らの経験から学べることはたくさんあります歴史を理解することは現在を評価するのに役立ちますレッスン20音楽的興味 アンナ、君が音楽を楽しんでいるのは想像に難くないよ。特に気になるスタイルはありますか私はジャズが大好きです。即興演奏はとても魅力的です。ジャズは素晴らしいです。感情を表現するユニークな方法があります。はい。 それは落ち着きがあり、同時にワクワクします。お気に入りのジャズアーティストはいますかエラ・フィッツジェラルドが大好きです。彼女の声はまさに魔法のようです。素晴らしい選択です。彼女の感情を伝える能力は驚くべきものです。 あなたはどうですかどんな音楽が好きですか僕はロックミュージックの大ファンなんです。とてもエネルギーがあります。ロックは素晴らしいです。それは間違いなくあなたを元気づけます。音楽は感情とつながるためのとても強力な方法なんですね。 レッスン21ファッションの選択アンナ、このジーンズについてどう思いますか大人気フィット感がいいです。カジュアルなお出かけにもぴったりです。その通りです。彼らは快適でスタイリッシュに見えます。 普段着の鍵は着心地の良さです。ジーンズとズボンのどちらが好きですか私は一般的にジーンズが好きです。彼らはとても用途が広いです。もちろんです。あなたはそれらを簡単にドレスアップまたはドレスダウンすることができます。色についてはどうですかクラシックなブルーが好きですかそれとももっと大胆なものが好きですか クラシックなブルーも好きですがブラックで実験するのも好きですブラックジーンズはシックなルックに最適ですはい夜の外出やカジュアルな集まりに最適ですファッションは本当に私たちの個性を表現させてくれますレッスン22 創造性を解き放つはい、私は自分の内なるアーティストを解き放つのが大好きです。リラックスするのに最適な方法です。もちろんです。どんな媒体を使うのが楽しいですか私は主に絵を描いていますが、デジタルアートにも手を出しています。それはすごいですね。私は水彩画が大好きです。 とても癒されます水彩画は美しいですね彼らはとても柔らかく夢のような品質を持っていますその通りです絵を描くのに好きな題材はありますか私は風景を描くのが大好きです自然に触発されます風景は素晴らしいです 私はは生物画を描くのが好きでですすそれは面白いですね生物画はそのような詳細を可能にしますはいそれは私の観察力に挑戦しますあなたのアートスタイルはどうですかリアリズムと印象派のミックスが好きですそれはそれを楽しく保ちます レッスン23ヘルシースナックのアイデアグラノーラバーはナッツやベリーを使ったものを試してみてくださいそれはびみしそうですねベリーがいい甘さを加えますそうですねさらにナッツは歯ごたえとタンパク質を提供します。 その通りです。おやつにもなります。自分で作っていますか？時々素材をカスタマイズするのも楽しいですよ。試してみるべきです。お気に入りのレシピはありますか？私は通常大紬蜂蜜ナッツ。 ドライフルーツを混ぜます。シンプルだけどおいしいダークチョコレートチップを加えるのも大好きですいいアイデアですね少しのチョコレートが全てを良くしますもちろんです健康と贅沢の完璧なバランスです今週末にバッチを作らなければなりません レッスン二十四宿泊施設の予約旅行のために事前に宿泊施設を予約する必要がありますかはい。特に人気のあるエリアでは、宿泊施設を確保するのが賢明です。なるほど。土壇場での予約はストレスがたまるものです。その通りです。 さらに、早めに予約すると、多くの場合、よりお得な情報を得ることができます。ホテルとホステルのどちらが好きですか私は社交的な面ではホステルの方が好きですが、快適さという点ではホテルもいいですね。そうですね。それはあなたが取っている旅行の種類によって異なります。 そうですね。リラックスした休暇を過ごすにはホテルが最適かもしれませんしかし冒険のためにはホステルに勝るものはありませんもちろんです仲間意識は無敵です今回は土壇場での混乱を避けるために絶対に事前に予約します。 第25課マラソンの目的競技マラソンでさえ、1896年に近代オリンピックの一部として導入されました。それは面白いですね。イベントの目的は何だったのですかこのマラソンは、マラトンからアテネまでのフィリピデスの伝説的な走りを記念するものでした。 そうですね。それは持久力と競争の精神を象徴しています。その通りです。アスリートの献身と努力を示しています。マラソンが背景に関係なく人々を結びつける方法に関心しています。もちろんです。彼らは団結とコミュニティの感覚を促進します。 マラソンやファンランに参加したことはありますかハーフマラソンを走ったことがあります。挑戦的でしたが、爽快でした。それはすごいですね。初めてのレースで 5km に挑戦してみたいです。そうすべきです。それは興奮を始めて体験するのに最適な方法です。 Thanks a lot for watching our video. Let's subscribe, like, and share our channels and videos.